チェルニャホフスクの紋章、チェルニャホフスクは、ロシアのカリーニングラード州中央部にある都市。歴史的には、東プロイセンに属し、1946年までは、インステルブルクの名で知られた。人口は、2002年全ロシア国勢調査によれば44,323人。1899年のインステルブルクの、街並み今日のチェルニャホフスクチェルニャホフスクは、 インストルチ川とアングラッパ川が合流し、この地方最大の川であるプレゴリア川になる地点にある。チェルニャホフスクのドイツ語救名のインステルブルクはインステル川に由来する。カリーニングラード州の中央部に位置し、ベルリングダニスクカリーニングラードビリニュスミンスクを結ぶヨーロッパ高速28号線及びカリーニングラードからの鉄道が走る。 州都カリーニングラードからは東へ 88km。南へ走ると、ポーランドとの国境があり、国境の町、ジェレズノドロジュニエは 57km。13世紀に、ドイツ騎士団による、コプロイ先人征服が行われた。1336年、ドイツ騎士団総長ディートリ・ヒフォン・アルテンブルクは、かつてコプロイ先人の鳥で、ウンサトラピスがあった場所に、 インスティエルブルクという城を築いた。ドイツ騎士団とリトアニア大公国との戦いの結果、1376年にこの城は破壊され、1457年にはポーランド王国との戦いでも破壊された。後に城は再建され大官の住まいとなり、城の周囲の市場町も栄えるようになった。ドイツ騎士団総長。 アルブレヒト・フォン・ブランデンブルク・アンスバッハは1525年に騎士団国家を世俗化し、プロシア公領を成立させた。インステルブルクはその一部となり、1583年10月10日にはゲオルク・フリードリヒにより都市の特権を与えられている。1701年にはプロイセン王国が成立したが、この時期に薬病が流行してこの地方の人口は激減し、 フリードリヒ一世はプロイセンの人口回復に努めドイツなど各地を追われた新京都の誘致を行った。インステルブルクにはオーストリアのザルツブルクから追放された新京都が1732年に入植した。インステルブルクは7年戦争ではロシア帝国軍にナポレオン戦争ではフランス軍に占領されナポレオン一世は ロシア遠征へ向かう途中この町に滞在している。1818 18年、インステルブルクは東プロイセン州軍民年権のインステルブルク地区の中心となった。ナポレオン戦争でロシア軍を率いたミハイル・バルクライド通りは健康悪化のため中央へ、天地療養へ向かう途中、この地で没している。正教会のミハイロフスキー制1860年には、 ケーニヒスベルクからカウナスへ向かう鉄道が開通し、東プロイセン北部のティルジットから南部のオリュックを結ぶ南北の鉄道がここで交わるようになった。鉄道と水運に恵まれたインステルブルクには、繊維や夜勤の工場が立地し、1885年には人口2914人を数えた。 1901年5月1日には、インステルブルク地区から独立した市となった。第一次世界大戦の初戦では、ロシア帝国軍が東プロイセンに侵入し、この地方は大きく荒廃した。戦後、復興計画が立てられ、建築家のハンス・シャローンが、インステルブルクで、いくつかの建物を手がけている。第二次世界大戦前には、人口は4万9000人となった。 第二次世界大戦後期、1944年7月27日に、イギリス空軍による空襲が行われ、インステルブルク城を含む街並みは大きく破壊された。さらに1945年1月21日から22日に、かけてインステルブルクは、赤軍により占領された。東プロイセン北部は戦後、ソビエト連邦のカリーニングラード州となり、 ドイツ人追放が行われ、住民はソ連各地からの移民に置き換わった。1946年には、インステルブルクは、ケーニヒスベルクの戦いで戦死した赤軍の大将イワンチェルニャホフスキーの栄誉を称えて、チェルニャホフスクと改名された。ソビエト連邦の崩壊後は、カリーニングラード州は、ロシアの飛び地となり、1990年代には、 経済的に厳しい状態が続いた。この時期、ドイツとロシアの協力で、第一次世界大戦の戦没者墓地や、歴史的建造物などの再建や補修が行われた。2002年の国勢調査では、ソ連崩壊前を上回る人口を記録しているが、その後は、減少に転じている。現在も市内には、ドイツ時代の教会や建物が多く残り、 生教会の聖堂などに転用されている。騎士団の城であったインステルブルク城はイギリス軍の空襲で廃墟となっているが、外観は残っており、騎士団を記念するフェスティバルも2年に一度行われている。ありがとうございます。